皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、トレーニング前のストレッチについてのお話をさせていただきたいなと思います。ストレッチは逆にしない方がいいんじゃないかっていうようなことを言ってる人たちもね、結構いてですね、そういう人たちが根拠にしてる理論っていうのも確かにあったりするんですけども、そういった理論を考えつつですね、私の見解としてトレーニング前にストレッチはやった方がいいのか良くないのかっていうお話をさせていただきたいなと思います。まずはね、結論を説明させていただきますと、トレーニング前のストレッチはやった方がいいと思います。トレーニング前にしっかりストレッチをやっていただくと、やっぱり怪我の予防とかですね、可動域が広がることでより正しいトレーニングの動きができるんで、狙った筋肉を鍛えやすくなるとかですね、可動域が広がることで筋肉により強い刺激が加わるというようなメリットがあったりします。トレーニング前にストレッチをやらない方がいいと言ってる人たちがなぜね、そういうことを主張しているのかと言いますと、実はですね、トレーニング前のスタティックストレッチは筋出力を低下させるという研究結果が出ているんですね。スタティックストレッチというのは、皆さんがよく想像するようなぐーっとこう前屈してね、ぐーっとももの裏伸ばしますとかですね、例えばこう肘ぐーっとやって伸ばしますとかですね、ぐーっとゆっくり力をかけて筋肉を伸ばしていくようなストレッチのことを言います。こうやってスタティックストレッチをやると、例えば前屈なんか分かりやすいですよね。ちょっとずつこう下まで行くようになって、ももの裏がちょっと柔らかくなってくるのを感じると思うんですけども、実はその筋肉が柔らかくなってくる過程でですね、筋肉を収縮させるためのセンサーがバカになってしまうんですよね。まあ筋肉には筋房水というですね、こう筋肉が伸びたのを感知して収縮させようというふうに指令を出すセンサーがついてまして、この筋房水がないと、まあどんどん筋肉が伸びて肉離れとかですね、筋断裂ブチッとこう筋肉が切れちゃうので、そういう怪我を防ぐために反射的にですね、筋肉が伸ばされた時に収縮させようとして指令を出す、そういうセンサーがついています。スタティックストレッチを長時間やっていくと、このセンサーがですね、感度が鈍ってきて筋肉を収縮させろっていう指令をですね、出しにくくなってくるんですね。そのためにだんだん筋肉が柔らかくなってきて、前屈でね、より下までいけるようになるんですけども、筋肉というのは収縮をするときに力を出すものなんですね。ゴムがビヨーンって伸びてパッて離したらバチンってなる、あれと一緒なんですけども、伸びたものがグッと縮むことで力を発揮するものなので、筋房水のですね、収縮しろっていう、こう指令が弱くなってしまうと、それだけ筋肉の力も一時的にではあるんですけども、弱くなってしまう危険性があるんですね。ゴムなんかでもですね、こう何回もビヨーンって伸ばして、もうビロビロに伸びきったやつってなかなかパチンってやっても弱いじゃないですか。なんかすいません、分かりにくい例えなんですけども、なのであんまり長時間ですね、ぐーっと伸ばすようなストレッチをしてしまうと、こう筋肉がトレーニングでですね、力を発揮しづらくなるっていう研究結果が出たりしてて、それを見た人たちがですね、筋力が弱くなってしまうんであればストレッチはやらない方がいいんじゃないか、特にゆっくり長時間伸ばすようなスタティックストレッチはやらない方がいいんじゃないかっていうふうに言ってるわけなんですよね。筋出力が低下するのを、まあなるべくね、避けた方がいいというところには私も賛成なんですけども、トレーニングで大事なことって、強い力を出すよりも先に正しいフォーム、正しい可動域でトレーニングをできることっていうのが大事なんですよね。世の中の大多数の方っていうのは、大体ですね、どこかの筋肉が硬くてなかなか理想的なフォームとか可動域を取れないっていう場合が多いんですよ。よくあるのが、ももの裏側ハムストリングとか、お尻の筋肉が硬くてですね、スクワットでしゃがめないとか、深くまでしゃがもうとすると腰が丸まってしまって怪我をしやすくなってしまうとかですね、そういうのはよくあるんですけども、そういう方がですね、スタティックストレッチやると筋力が低下するからっていう、でろくにストレッチをやらずにスクワットをすると正しいフォームでできないんで怪我をしてしまうとかですね、フォームが間違ってるんで思ったように筋肉が成長してくれないっていうようなことになってしまいます。これではですね、筋力がね、低下しないとはいえ
もう本末転倒ですよね。正しいトレーニングができなくて筋肉が成長してくれないっていう風になってしまいますので、そういうことになってしまうのであれば、多少筋力が低下するとしても、しっかりですね、ももの裏側とかお尻のストレッチをやってあげて、正しいフォームでなるべく深くまでしゃがんでスクワットができるようにコンディションを整えてあげた方が、はるかにですね、トレーニングの効率って良くなるんですね。何よりも怪我をしにくくなるので、そういう意味ではですね、ご自身の柔軟性が悪いところ、硬いところはしっかり伸ばしていただいてからトレーニングに入っていただいた方が、効率よく安全にトレーニングできるんじゃないかなというふうに私は考えています。まあ、ストレッチの種類もですね、ぐーっと伸ばすようなスタティックストレッチ以外にもありまして、動的ストレッチ、ダイナミックストレッチとかですね、動きの中でですね、筋肉を伸ばしながら可動域を出していく、動きを良くしていく種類のストレッチというのがあったりします。ダイナミックストレッチの場合は筋力の低下が起こらないというふうに言われてますので、スタティックストレッチではなくてダイナミックストレッチを活用していただくとかですね、今よくいろんなジムに置いてあるフォームローラーとかね、ああいうのでちょっと圧迫してね、刺激を加えてあげるというのも、筋力の低下を起こさずにですね、可動域を広げてくれたりする効果がありますので、そういったものを活用しながら、ご自身に合ったウォームアップストレッチの方法というのを考えていただいて、トレーニング前に適切なストレッチをやっていただくことで、最大限にですね、トレーニングの効果を出しつつ、安全にですね、トレーニングやっていただけるかなと思いますので、内容は考えながらですけども、しっかりストレッチはやっていただいた方がいいんではないかなと私は考えています。今回はですね、トレーニング前のストレッチについてお話をさせていただきました。この動画が参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも聞きたいことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。